みどん、こんにちは、レル M いただきの、じゃあ、みどん、こんにちは、レル M リーダーいただきです。今回はですね、初心者の、パソコン初心者の私が、ね、このアスレチックマップ、小学生が作りました。このアスレチックモップをパソコン初心者の俺はクリアできるのかということで、ね、やっていきたいと思います。プレッシャープレイでカウントダウン踏んで、スタートを押すと1秒後にゲートを開きます。ゲートを閉じるにはクローズというと、まあ、僕はねWii U 時代と PS4 時代にアスレチックマスターと呼ばれていたのでね、まあクリアしたいところです。じゃあやっていきましょう。いきます。ダメかもしれない。ダメかも。ダメだわ。ちゃんとしっかりできていますね。どうやったらやりにくいとか考えられていると思います。まあ好奇心でねアスレチックが作るもんなんで、これはあれだな、ギリジャンですね。私にできますかね、ギリジャン。今の大国にギリジャンなんか若い時期にマイクラをやってこういう建築技術を身につけるということは、まさかサスケを目指そうとしている。やばい、一生クリアできないかもしれない。このまんま行くと一生クリアできないんじゃないかな。じゃあやっときた。これ何？バリアブロックがある。ここの上を割っていけみたいな。そういうことだな。なんかバリアブロックあるけど消し忘れたんかな。スペースの押し方がダメなのかな。というかこの動画初めてのなんだワンダーシェアのフィルマラっていうね、あの安かったんだ。この A 級版を9800円で購入することができます。 Hey, that's pretty good. これを使えばいい編集ができるという
と思うので、あのアドビとかって高すぎるので僕には無理ですね。正直に言ってあんな高いの僕には使えません。はい、あの金の無駄、はい、とてつもなく金の無駄になります。なんかアマゾンとかではなんかあのシリアルコードが使用できないってなってましたが、ちゃんと引き換え完了しましたっていうなったので安心しましたね。あとなんか購入方法が、購入というかシリアルコードの入力方法が少し止まっておったぐらいかな。ダメ、届かん、頭ぶつけるな。結構僕進めるようになってきたんじゃないですか。結構俺喋り方変えるのおかしいよね。俺っつったり僕っつったり私っつったり、すごい変え方だな。シャキターやっただよ。シャキター、なんだ、自分流にこれ攻略しちゃっていいのかな。多分これ普通だとこういってこうなんだな。あ、いけたんだ。次どこ行けばいい。こっち行って、で、ジャンプ、ジャンプ、あっ、ミスった。これ別ルートかな？ルートがいっぱいあるみたいな感じ？これ。ようわかん。スライム。スライムちゃん、あ、押すと、移動めんどい。これ移動めんどいやつだ。
しあきさん。あと何ミュートなんだよこれ。え、これ。あ、これなんか大きさ変わってるな。やっぱ違う、幅違う。違う、幅違う。やっぱ当たったわ。幅変えてるな。ああ、気づいたのに遅かった。しゃきた。よいしょ。これ。あー、そういうことね。6つ。これさ、絶対さ。あー、やっぱりなったー。あ、これ、え？マジで？それやばいって。Don't let your kids watch it! しゃきたー。さて、いかがだったでしょうか。このマップの概、このマップはね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんも遊んでみてください。